マリオ久々やな、なんか。じゃあ、邪魔、何この弾。食べろ、マリオ食べろ。マリオね、やっぱこの横キロがもうマジでおもろいから、これ振ってる時めっちゃ楽しいから。うまい。危ない。飛びすぎ、肩が強靭すぎやろこいつ。たけ最強キャラ。あ、いい。これで帰れんのこいつすげえよ。重いし、このキャラはやっぱね、この重さに何回救われたからだよね。こいつを使ってて、何回こいつ使ってて、え、今の死なないのなったら分かんないもん、マジで。ブブブブブブイーン。ああ、ブブブブブブ。おお、今47ダメージぐらいになった今。髪切りました、昨日。成人式前だからね、ちょっと。変わり気もあるしね。切らんと、ちょっと。年末なんかすげえ埋まってたから、ね。もうこれやってたらね、相手が苦しんでいくのよ、これ。ワリオ。このパッチンをね、やっただけで相手が死ぬ。オッケー。おお、飛びすぎね、これ。このゲームで一番飛びすぎだから、あのクエスタ。メテオじゃない部分飛びすぎなんだよね、ガチで。一番おもろいから、あれ。意味不明すぎるもん、あの飛び方。成人祝い、ポムニキさん、スペシャルでございます。あ、いい。これ強すぎる、ガチ。あれ、全部だ。
あ、いいだね。やばい、あ、見た。は？やばい、あ、やばくなかった。あ、いい。まあバイクなんか投げられたら死ぬわな。この空泳がね、まあ強いね。本当に。これやってるとね、相手が苦しんでいくのよ。ガードさせて実際有利みたいなとこあるからね。強いこの技。最悪踏みダメ。おい、おい、やばい、バイクじゃない。あ、やめて、危ない。ミュミュミュ食べちゃう。おぶ、えらい。これもね、マジで強いんだよ、この空母。この空母も結構その空母界では相当強い方。イカレ空母、割と吹っ飛ばしがマジで高くて、あとリーチも長くて、で低い相手に当たるんだよね、こいつ。なんかさ、の地上でさ、上り空母って当たんないキャラって結構いるじゃん。こいつ当たるんだよね。しかもなんか本当にピカチュウとかみたいな、ちょっと小さいキャラにも結構当たる。これ。これがね、ガチで強いから。この空母も相当助けられたね。技マジで、ほんまに強いんだよ。あ、いい。上り空母当たるキャラはやっぱそんな良くないからね。まあジョーカーとか当たるけどさ、あんま撃墜できないし、ここまで威力が高いのにもかかわらず上りで当たるっていうのは珍しい。マリオとかも当たるけどさ、あんま撃墜しないじゃん。まあ、するけど、まあ、ちょっとね、大事だ。ここまでちゃんと飛ぶのに上がるっていうのはね、そんなに、うん、多くない。